ヘルメットは、オートバイや、それに準ずる乗り物において、乗車中の転倒や、事故の際に、乗員の頭部を保護する、身体装備の一つである。オートバイ乗車中の事故における芯は、頭部外傷によるものが最多であり、そのため、頭部外傷を防止、軽減するものとして、ヘルメットの装着が推奨ないし義務とされている。19世紀後半に、 オートバイが発明され、20世紀初頭から使用が始まったが、ヘルメットを着用するという習慣は、長らくなく、事故に対する研究もされてこなかった。しかし、アラビアのロレンスで知られるトーマス・エドワード・ロレンスが、オートバイ乗車中に事故に遭い頭部外傷により、死亡したことから、治療チームの一員であった、月会のヒューケーアンズは、オートバイ乗車中の事故による、 負傷の研究をはじめヘルメットを使用することが死者数を大幅に減らすという結論を得た。これがヘルメットの有効性を示す最初期の研究である。その後世界各国でオートバイが普及する中で死亡事故の増加が問題視され各国で規格化義務化されるようになった。オートバイ用ヘルメット形状による分類は次の通りである。フルフェイス型や オープンフェース型では、ベンチレーションシステムと呼ばれる、通気口が設けられているものがあり、そういったタイプでは見た目に反して走行中は涼しく、快適になっている。最近は、女性向けに、シールドに UV カットを施したり、サイドシールドの風の巻き込みを低減させたりして、軽さを重視した構造のものもあり、ファミリー型と呼ばれている。ハーフ型は一見涼しそうに見えるが、 ベンチレーションシステムがなく、通気性がないために夏場は、中が蒸れ、冬は、露出部の多さで顔が凍えるように寒くなる。そういった点ではジェット型や、フルフェイス型よりも不快である。また、ハーフ型は耳を露出しているため、高速走行時には、風切り音のノイズのせいで周囲の音が聞こえにくくなるという問題もある。オフロード専用に作られた。 フルフェイス型はモトクロスをはじめとしたレース用として作られているため視界は悪い。そのためシールドを外してゴーグルを着用することもある。最近はフルフェイス型でありながらフェイスガード部分をシールドごと開閉できたり棒体との分割、合体が自在な構造のものもありフリップアップ型と呼ばれている。ノーラングループが製造しているクロスオーバー型は 状況に応じて、チンガードが着脱できたり、バイザーも交換できる。オフロード走行では、フロントアップやアクセルターンなど、ボディアクションが大きく体力消費が大きいので、呼吸が少しでも行いやすいようにチンガードが前方に伸びている。また、自社や周囲の車両により泥が跳ね上げられるため、バイザーが取り付けられている。それでも、多少なり、 ゴーグルが汚れ視界が塞がるため、複数枚重ねた使い捨てフィルムや巻き取り装置付きのフィルムを併用する場合もあるヘルメットは、製造後時間が経つにつれ、干渉剤や外角が劣化してくる。見た目での劣化状況はわかりづらいが、新品購入時よりも緩くなれば、寿命の目安とされる。日本のヘルメットメーカー2社は、北米市場で購入後5年、 製造後7年の品質保証をつけて販売しているが、日本市場では SG マークの標準有効期間が乗車用ヘルメットでは使用開始後3年となるため、期限内での交換を推奨している。また、ヘルメットは衝撃に対して潰れることで頭部を保護しているため、一度でも強く衝撃を受けたものは、外見上大きな損傷が見られなくても保護能力を失っており、 交換が必要になる。日本では、道路交通法によって、原動機付き自転車、または普通自動二輪車、大型自動二輪車と定義される乗り物で、行動走行をするときは、ヘルメットを着用する義務が法規で定められている。道路運送車両法で原動機付き自転車に定義されるミニカーや、二輪の小型自動車、または二輪の軽自動車として定義される。 トライクの場合でも、道路交通法では普通自動車の扱いを受けるため、着用義務はないか、安全のため極力着用すべきである。なお、産業競争力強化法による区域、期間を限定した特例措置に基づく特定電動車については、上記の限りではない。日本において、最初に乗車用ヘルメットと呼ばれたものは、1952年に、 公営競技のオートレース向けに供給された二輪車競技用のヘルメットとされる。日本でのヘルメット装着義務は、1965年に、高速道路でのヘルメット着用努力義務が、規定1972年には最高速度規制が 40km を超える道路でのヘルメット着用が義務化1975年から罰則ありの義務化。 政令指定都市区間で 50cc 超のオートバイのヘルメット着用が義務化。1978年には全ての道路で 50cc 超のオートバイのヘルメット着用が義務化。1986年には、原動機付き自転車を含む全てのオートバイに全ての道路でのヘルメットの着用が義務化。義務化の背景には1960年代から70年代に、 かけてのオートバイ人口の増加や若年ライダーの自己増加によるものが大きい。アメリカが州国における法規は州によって異なる。2016年現在、アイオワ州、イリノイ州、ニューハンプシャー州など、ヘルメット着用の義務がない州は28州。テキサス州やフロリダ州などでは、若年者と初心者に限って着用が義務付けられる。 着用が完全に義務化されているのはカリフォルニア州やニューヨーク州などである。2012年以前のミシガン州ではオートバイ利用者全員にヘルメット着用を義務付ける州法が存在していたが州議会議員がオートバイ愛好者の権利を主張し廃案に追い込む例も見られた。ベトナムではオートバイ事故の多発を受けて2007年ヘルメットの着用義務が開始され、不詳や 死亡事故が減少した。ヘルメットの安全性は手に取っただけではわかりづらく、しかも安全性の欠如は生命の危険と直結するため各種の規格が定められそれに従うことが求められている。日本において通用する規格として j i s s g または PSC などがあり、規格ごとに細かな検査内容は異なる。また、 サーキットにおいての競技使用を認める企画を日本モーターサイクルスポーツ協会が定めている。日本の乗車用ヘルメットは消費生活用製品、安全法により特定製品とされ、事業者が該当する検査を行い、国で定めた技術上の基準に適合した旨の表示である PSC マークがないと乗車用ヘルメットとして販売及び陳列ができない。 製造事業者及び輸入事業者は対象製品を自己確認することが義務付けられており、その結果が技術基準に適合していれば、当該検査記録の作成して保管することなど、一定事項を満たした届出をすれば、PSC マークが表示できる条件となり、日本国内で乗車用ヘルメットとして販売及び陳列が可能となる。対象製品の検査の実施や、 当該検査記録の作成は、製品安全協会でも言っており、その際に SG マーク制度の表示申請があれば、SG マーク対象製品となる。法的基準日本におけるオートバイに使用する、乗車用ヘルメットの法的基準は、道路交通法により、以下のように定められている。このように、道交法においては、オートバイ用ヘルメットに対する一律の法的基準が、 定められており、この基準を満たしているものであれば、現行の規格などに関わらず、そのまま使用しても問題はない。ただし、法とは別に規格は種別が分かれており、125cc 以下限定のヘルメットは高速道路での走行を前提としない、保護能力の低い規格であるため、事故発生時の危険性が高い。シールドは SG 認定基準を満たしたものであれば、 クリアースモークミラータイプ、及びそれらが組み合わされたもの、いずれも使用可能。行動走行時の乗車用として認められていない、ヘルメット、安全ヘルメットや乗車用に類似した外観や構造を有する、装飾用ヘルメット、ファッションヘルメットなどは、罰則が適用される可能性がある罰則が適用されるほか、保護性能が満たされているか不明であり、 危険性が非常に高く、また基準外の使用法となることから、保険など様々な面で十分な保護が受けられない、可能性がある。世界各国には、それぞれ独自の規格が存在しており、などがあり、ヘルメットメーカーはこれらの基準を満たさなくてはならない。このほか民間規格としてスネルがあり、世界各国で製品が販売されている。 これはアメリカのスネル記念財団による各種ヘルメットの安全規格でオートバイ用の規格は1984年制定の M85 以来5年単位で更新されており最新規格は M2010 となっているスネル規格の試験はヘルメット規格の中でも厳格とされているオートバイのヘルメットの安全性におけるテスト方法については各メーカーや規格によって 共通部分と独自部分があり、以下は代表的なテストである。各項目はメーカー名称。社名と製品ブランド名が異なる場合は、で平気。各項目は50音順。原則的にメーカー名、一部にブランド名を含む。各項目は50音順。日本国内メーカーと日本国外メーカーを含む。ありがとうございます。